フランク・ギャンバレは、イタリア系オーストラリア人のジャズニタリストである。キャンベラ生まれ。1982年、23歳で、米ハリウッドのミュージシャンズ・インスティチュートに入学。卒業とともに、同校で講師を務めつつ、周辺のジャズクラブなどでも演奏活動を続ける。1986年に、チック・コリア・エレクトリック・バンドに参加したことで一躍、名を挙げる。また、 ジェフ・バーリン、ジャン・リュック・ポンティラとの共演でも知られている。アラン・ホールズワースとの共演版にも参加している。彼が有名になったのは、彼が発案した奏法である、スピードピッキングによるところが大きい。この奏法は、アルペジオやスケール演奏時に隣接する弦へ移動する。さ上への場合はアップ、下への場合はダウンと2つの音を短く切り。 それを一回のピッキング動作で行うテクニックである。文章にしてしまうと単純なことに思えてしまうが、本人も語っている通りこの奏法の難易度は非常に高い。彼がリスペクトされ、この奏法の第一人者とされるゆえんである。彼のスイープピッキングのテクニックは、イングベイ・マルムスティーンを代表とする近代のネオクラシカルギタリストの追随を許さないほど性格無比なものであり。 スイープピッキングを極めた一人として、ギター雑誌などで取り上げられることが多い。マウリツヨオコロンナチックコリアエレクトリックバンド GHS マークバーニープロジェクトバイタルインフォメーションギターントゥフォーエバー。ありがとうございます。